今から袴の折り紙の折り方を紹介していきたいと思います。はい、今回は初めてなので皆さん初めましてですね。初めまして。はい、ちょっとはいはい。でこちら折り紙です。袴は折り紙1枚だけで大丈夫なので1枚くらい用意してください。1枚くらいっていうのもおかしいですけど、はい。じゃあ私ちょっとカメラの方に回って折っていきます。はい、こちらペラペラの1枚の紙なんですけど、皆様から見るとこちら側に折ってください。皆様から見るとこちら側ですね。はい、私から見ると私から見るとこんな形になってるんですけど、皆様はこういう感じに折ってください。はい、ちょっと待って、端と端をきれいに揃えないとすぐずれますから。ずれると全然綺麗じゃなくなるので、もう綺麗にやってください。はい、そこだけはお願いします。こうしたら開いてまた折ります。今度顔出しでやることがもう決まってます。あ、こことかはちょっとずれてるので、こういうことにならないように端と端を揃えてください。きれいに。それじゃないとずれるとね、本当に汚くなっちゃうので。私ね、実は折り紙はうまくありません。はい、本当はうまくないんですけど、ちょっと今日はやってみようかと思ってやってるので、多少時間かかることがあるので、なのに先生みたいなこと言ってごめんなさい。はい、すいません、本当に。音楽みたいに聞こえてます。あ、ちょっと、少々お待ちください。すいません。はい、こうしたら次は開いてください。開くとこういう風に折り目ができます。そしたら上からこういう感じに、上からって言ってください。はい、上、下、右、左っていう感じで、上、下、右、左です。はい、こうなったら裏返してください。裏返したらまた折ってください。こういう風にさっきの感じで、こんな感じにまた折ったら、そしたらまた裏返したら、こういう感じのペラペラができるんですね。このペラペラができたらまた折ります。折るんですよ。こんな感じで折ります。はい、
こうしたら結構ちっちゃくなるんですけど、はい、こういうふうにちっちゃくなったらまた裏返してください。でももう折らないでくださいね。はい、そしたら横を、あ、縦をここに爪を入れて、ここに爪を入れて、そのままここをピュッと返してください。そしたらこっち側もこう爪を入れて、で、こっち側はくっついていたので、裏側はここも外してください。そしたらこんな感じになって、あ、縦だけできました。そしたら横を軽く引っ張ります。強く引っ張ったらもう元の感じになっちゃうので、軽く引っ張ったらこんな感じになりますね。そしたら裏返してください、このまま。そしたらここがこうなってます。あ、その前にまっすぐします。そしたら裏返しとしたらこうなってるんですよ。そしたらこちらを先ほどのように、はい、先ほどのようにこう折るんですよ。はい、こんな感じで。そしたら横をつまんで、横こうなってたらここの線のところつまんで、こっちもうここにちょっとできた線のところをつまんでください。そしたらこんな感じになるので、下はこれこういう感じで、そしたらここに線ができてると思うので、あ、私はできてないので、できてない方はまあそれでいいんですけど、そのままこれを優しく折ってください。そしたら袴の出来上がりです。はい、ありがとうございました。もしなんか折ってほしいものがあったらぜひぜひ言ってください。折り紙も最近はちょっと得意になったので、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。はい、バイバイ。はい、ありがとうございました。